私たちのふるさと天の川銀河は、それはもう大きな銀河です。銀河系が属する極部銀河群には50個以上の銀河が存在しますが、天の川銀河よりも大きいものはアンドロメダ銀河しかありません。ですが、私たちの天の川銀河も、そしてアンドロメダ銀河も、人類が知る最大の銀河ではありません。じゃあ、一番大きな銀河は何だろう？このチャンネルの最も大きな天体ランキングをご覧になっていない方は、そんな疑問を抱くかもしれませんね。皆さん、こんにちは。こちらはトップランキングです。今日は人類が知る最大の銀河について、皆さんに詳しくご紹介したいと思います。興味が湧きましたか？それでは始めます。大きさのチャンピオン。それではご紹介しましょう。こちらが本日のヒロイン IC1101 銀河です。素敵な姿をしているでしょう。それにとても大きいです。ハローを含めると、この銀河の半径はおよそ200万光年だと見積もられています。あるいはそれよりさらに大きく550万光年に達すると指摘する専門家もいます。つまり IC1101 銀河の直径は少なくとも天の川銀河からアンドロメダ銀河までの距離に匹敵するというわけです。宇宙のモンスターというべきこの銀河には100兆個を超える大量の恒星が存在しています。ちなみに、銀河系の直径はわずか10万光年しかなく、含まれる恒星の数は2000億から4000億個と見積もられています。また、アンドロメダ銀河の直径はその2倍ほどで、恒星の数はおそらく1兆個ほどでしょう。このように IC1101 は極部銀河群で最大を誇る銀河を2つ合わせても、はるかに及ばないほど大きいのです。もし銀河系が、IC1101 にもっと近い位置にあったとしたら、まるで小人のような取るに足らない万銀河に過ぎなかったことでしょう。この巨大な星の集団は一体どういう経緯で発見されたのでしょうか。なんとこの銀河の存在はかなり昔から知られていて、18世紀末にはもうウィリアム・ハーシェルによって初めて観測が行われています。その100年後、ジョン・ドレイヤーという別の天文学者が遠方にあるこの銀河を IC、インデックスカタログの1101番として登録しました。こうしてこの銀河は IC1101 と呼ばれるようになりました。ただしドレイヤー自身はこの銀河を星雲だとみなしていました。IC1101 が星雲でなく銀河だと分かったのはずっと時間が経ってからのことです。この銀河は地球からおよそ10億光年というかなり離れた場所にあり、調査するのはなかなか困難です。ただ、この銀河について少々分かったことがあります。そして、この少々というのがとても面白いのです。巨大銀河はどんな構成をしているか。IC1101 銀河が形態上どのグループに属するかははっきりとしていません。地球から望遠鏡でこの銀河を見ると角度があまり良くないので平たい円盤のように見えます。IC1101 は私たちの天の川銀河のような渦巻き銀河ではなく、おそらく楕円銀河かレンズ状銀河だと考えられています。ご記憶にあるかもしれませんが、楕円銀河とは何らかの構造的な特徴を書く銀河です。例えば、天の川銀河の場合、腕という構造がはっきりと分かれていますが、楕円銀河にはそれがなく、実際には完全な球形か、やや扁平な形をした星の集団を指します。また、レンズ状銀河はディスク状の構造をとっていますが、腕があまりにはっきりとしていなかったり、全く見られなかったりします。大きな銀河のほとんどは、中心に超大質量ブラックホールを持っていて、IC1101 もその例外ではありません。しかもこの銀河にぴったりのブラックホールを持っているのです。というのも、そのブラックホールは人類が知る中で単独の天体としては最大級であり、質量は太陽のおよそ1000億倍もあるからです。ちなみに天の川銀河の中心にはいて座 A スターという超大質量ブラックホールが存在しますが、その質量は太陽のおよそ431万倍です。 IC1101 には金属量が大きな古い恒星が大量に含まれています。中には太陽より50億から70億歳も年上のものもあります。
つまりこれほどまでに大きな銀河であれば、知的生命体が存在する条件は全て揃ってると言えるでしょう。地球に似た惑星はきっとたくさんあるはずです。それに原子スープから生命体が生まれ、宇宙へと飛行したり、重い病気を治療したり、SNS に猫ちゃんの画像を投稿するまで進化するための時間はたっぷりとあったことでしょう。まあアップするのは猫ちゃんじゃない別の生き物かもしれませんけどね。さて、 IC1101 銀河の恒星を公転する惑星の夜空はきっと信じられないほど美しいはずです。 IC1101 は非常に明るいので、この銀河の惑星で夜空を見上げれば、その星の天の川がとても明るく輝いていることでしょう。そこではきっと暗い時間帯というものはなく、薄暮れ時の時間帯がとても長く続いているだけかもしれません。 IC1101 はかなり古い銀河だと考えられています。この銀河には若い星がほとんどなく、活発な星形成が行われる星雲もありません。数十億年が経過すると、黄色星や桃色星は膨張し赤色巨星になって、銀河は明らかに赤みを帯びます。その後この銀河はおばあさんになって、中性子星、ブラックホール、白色矮星、赤色矮星だけで構成されるようになります。もし私たちがこの銀河を訪れて住民とお近づきになりたいなら、急がなければなりません。私たちに残された時間はあと20億年です。宇宙規模で考えれば長い時間とは言えません。この銀河はどこから来たのか。 IC1101 の最大の謎の一つは、なぜこの銀河がこれほどまでに巨大なのかということです。実を言うと、銀河の形成に関してこの疑問に答えられるような標準理論を私たちは持ち合わせていません。最初の銀河はおそらく星間ガス雲から形成されたと見られています。まるで羊飼いの犬がヤギや羊の群れを追い集めるように、暗黒物質の集まりが星間ガス雲を寄せ集めて最初の構造ができ、凝縮された雲の中心に大質量ブラックホールが形成されたのでしょう。そしてまさにこのガスの周辺で恒星が生まれ、銀河中心を公転し始めたのです。ですが、この理論では恒星が銀河核の周りを整然と公転するような銀河、つまり天の川銀河のように、恒星がディスクの範囲内を回る銀河の形成しか説明できません。 IC1101 のような楕円銀河、またはレンズ状銀河では、恒星はめちゃくちゃな動きをしています。そうしてこういった通常とは異なる大きさを持つ巨大銀河は、この理論で説明することができません。そのため専門家は別の仮説を立てました。その仮説によると、銀河は時折お互いに衝突すると言います。例えば今から100億年前、天の川銀河が生まれてまだ間もない頃、ガイア・エンケラドスという小さな銀河と衝突したと言われています。球団星団の中には中心にブラックホールを持つものもありますが、これはもともと別の銀河の核で、やはりかつての天の川銀河によって飲み込まれたものです。数十億年後にはきっと私たちの天の川銀河もアンドロメダ銀河に飲み込まれてしまうことでしょう。多少なりとも質量の近い2つの銀河が衝突すると、一体何が起こるのでしょう。大きな重力が星々を軌道から弾き出し、その結果星々はしっちゃかめっちゃかの新たな軌道で公転するようになります。恐ろしい天変地異は一切起こりません。恒星同士が衝突することは滅多にありませんし、あったとしてもある恒星が別の恒星のごく近くを通過して遠方にある惑星をいくつかかっさらうだけでしょう。最終的には2つの銀河が合流して1つになり、ちょうど楕円銀河かレンズ状銀河の形をとります。 IC1101 もきっとこうして生まれたのでしょう。最初ごく近い位置に複数の大きな銀河が形成され、時とともにそれらの銀河が合流して一つの巨大銀河となり、最終的には近くにある他の銀河を食欲旺盛に取り込み始めます。これは自分のグループを全部吸収してしまうまで続きます。こうして星図上には直径数十億光年にも及ぶモンスターが出現するというわけです。というわけで、人類が知る最大の銀河にまつわるお話はこれでおしまいにしましょう。最大というより最大級というべきでしょうか。サイズが確定していないものもありますからね。
皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただければ幸いです。コメントをぜひお願いしますね。そうすれば、皆さんがどんなことに興味があるのかがもっとよくわかりますし、次は何を取り上げればよいかも知ることができるからです。そして、SNS で私たちの動画をシェアしてくださってる皆さん、このチャンネルの発展を支えてくださっていることに、心から感謝いたします。皆さん、いつもありがとうございます。それではしばしのお別れです。またすぐにお会いしましょう。さようなら。